はい、どうもゆうたです。本日はですね、TC1000 です。TC1000 まさかシーズン2回走るとは思わなくて、っていうのもよく動画に出てくる GR ヤリスのカン君の会社が大きいんで、ちょっと自動車部があってね、カン君自動車部の部長なんですよ。でちょっと招待してもらってちょっと走行という感じで、はい。で前回もそうなんですけど、スタビ外しとかしてちょっとフィーリングは良くなったんですけど、初期の柔らかさっていうのは出てきたんですけど、やっぱり多分バンプラバーに当たってるんで、奥までこうロールしない感じ、こうグッと入れても弾き返されちゃうような感じなので、バンプラバーを今回切ってきたので、ちょっとそれで調整走ってみたいと思います。1ヒート目走り終わって、タイム的には38秒1でね、デジスパイスがなんかちゃんとうまく反応してなくて、ちょっとね残念です。で、車がめちゃくちゃオーバーになりました。こんなにもオーバーステアになるのかなっていうぐらい、やっぱラバーでロールとかバンプの制御されてたんで、それが解消されただけでも全然車がもう別物になりました。で、
こんだけオーバーな車久々なんで、ちょっとまだ合わせきれてないところ、1部屋とかめちゃくちゃ余ってるし、で2部屋の立ち上がりもうまだうまく決まってないで、最終コーナーもちょっと、まあ、早踏みしちゃったりとか、車の姿勢が安定しなかったりとかで、1コーナーの進入もまだ全然綺麗に決まってないんで、もう伸びしろばっかりなんですよ、運転的には。なんで37秒は入る車、ポテンシャルはあると思います。あとは自分がどれだけ合わせられるかだと思うんで、もう今まで悩みに悩んでたものが、ラバー、ゴム一つで、ゴムは大事ですけどゴムは大事なんですけど、本当に効果が大きいなと思います。皆さんゴムにはくれぐれも気をつけて、はい、やってもらえればなと思います。なんでだいぶね、ちょっとね、嬉しい気持ちがすごいあります。このでちょっとオーバーステア、じゃ、ま、今日内圧発熱の問題で強オーバーで、ちょっと熱出てきても弱オーバーな感じなんで、ちょっとそこをどう合わせるか、とりあえず縮みの減衰を締めたので、リアのそこでどう変わるかと、あとはフロントのスタビレスに今してるんで、それを戻すかどうかとか、いろいろちょっとやってみて、で今ね石崎さん来てるんで、ちょっと次乗ってもらうんで、もうインプレッサのね、プロインプレッサの世界一の人なんで、ちょっと乗ってもらって、どんな感じか、はい、石崎さんとファン熱弁してます。石崎さんに出てもらってますが、久しぶりにちょっと動画出てもらってますが、最近ちょっとずっと僕アンダーで悩んでるっていう話をしてて、で石崎さんにちょっと相談してまして、今日ちょっと乗ってもらえるということで、ちょっとまあセッティングのアドバイスだったりで、いざちょっと乗ってみてもらったんですけど、どうですかね車。はい、ですね、基本的にこうゆたくんからお話もらって、こう車をもっと曲がる方向にセッティングしてもらったんですけど、で今日、筑波の線でちょっと乗らせてもらって、
まあ、そのインプレとしてはすごくやっぱ回答性が良くなってるなーってのが印象的ですね。で、一番大きく書いてもらったのはもうフロントに強化スタビ入ってたんですけど、それを片方外してもらってスタビレフスの状態にしてもらったんですけど、とにかくもう低速コーナーでのフロントの踏ん張りがものすごく上がってるんですよね。もうヘアピンなんかもどこまでハンドル切れちゃうんですかっていうぐらいぐいぐい頭が入ってくるようなセッティングになってて、非常に好印象でした。で、やっぱりその原因として一番大きかったバンプラバーをカットしたっていうのもすごくいい方向に向いてると思います。体感的にこれはもうギリギリ59秒いくんじゃないかなというところなんでね。踏ん切りいきたいですねあとはもうドライバーに頑張ってもらってね、そうですね、ぜひ踏ん切りしてもらいたいなと思うんですけど、車のそうですね、動きとしては本当にすごく頭が入っていく車です。もともとスタビリティはすごい高い車だとは思うんですけど、とにかくこう中低速コーナーでの回答性がものすごい良くなってると思うので、あとはもうドライバーさん頑張ってくださいというところで頑張ります、まあ、僕はちょっとだけね、あだこうだ言わせてもらっただけなんでね。いえいえ、もうだいぶお世話になって。いえいえいえ。そうだ、今日はちょっと本番まで、本ちゃんまで何回かテスト走行できるってことなので、減衰とかを詰めて、細かいと本当にあとはもう細かいところを詰めるだけだと思うので、頑張ってください。はい、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。頑張ります。37秒ちょっと出なかったんですけど、だいぶまあ気温もね、ローンも上がってきてっていう条件もあるし、あと、まあ、減衰は朝一ちょっと縮みを2本目を戻しすぎたので朝一に近づけたんですけど、ちょっとでも朝一僕が乗った時よりちょっとまあ、リア旋回が物足りないというか、アンダーっぽくなったというか、そんな感じだったので、まあ、リアのタイヤの発熱が追いつい
ったバランスだとか、リアデフのオイルの温度だったりとか、リアタイヤのグリップ力温度とか、まあ、路面状況、いろいろやっぱり重なっての要因もあるのと、あと、まあ、単純にちょっと車、あとはもう腕もやっぱり車を操る上でドライバーが一番の何でも原因はそうなんで、ちょっとまあ自分の中でうまくいってないです。全然1コーナーもなんかちょっとアンダーっぽいのと、踏み切れない、ちょっと膨らみすぎちゃうとか、だと1部屋は1、2本目はちょっと余っちゃったけど、で3本目は今度タイヤが垂れててブレーキ効かなかったみたいな、制動が伸びちゃってとか、そういうちょっと合わせられなかったり、ちょっとあと2部屋もちょっと突っ込みすぎな感じはあったの で、あとブレーキをちょっと残しすぎちゃう癖、あのアンダー強かった時のその癖もあんま抜けてないのもあります。うん、そういうのもあったりとかね、あとシフトミスちょっとしちゃったりとか、はい。であと最終はちょっとアンダーだったね。でちょっとアンダーでもどかしくて、早く踏みすぎてプッシュアンダーとか、ちょっと本当に車運転がだいぶ決まってなかったのはあるんで、まあ今日の朝一みたいに気温が落ちて、この車のパッケージに自分が合わせられれば、37秒はもう絶対入りますね、多分。はい。ちょっとまあ記録としてね、37秒持っておきたかったんですけど、まあ、まあしょうがない。はい。で、次 TC2000 です。ただね、今日、今結構タイヤ減っちゃって、すごいアンダーだったんで、内側結構減ってたんですけど、今度アンダーが直ったらちょっと外が減るようになっちゃって、裏組みしたんすけど、逆に裏組みした減ってる方が今度減りやすくなっちゃって、アンダーが直ったので車の、性質的に、なんでちょっともう次の TC2000 本当にもうツルツルになる限界までちょうど終わるぐらいの溝しか残ってないので、ただでも車の動き本当に良くなって、でただちょっとフロントのスタビ外しとちょっとつけてみるのと、まだ試してないので、それだけ一回来週の TC2000 で試してみようかなとは思ってて、でも車は本当にいい方向に来てて、まあタイムが物語ってるとは思うんですけど、すごいあのオーバーステアも出るニュートラルな感じにはなってるんで、ちょっとね本当に次の走行楽しみにしといてもらえると、0秒は絶対入れてやろうと思ってるんで、はい、そんな感じで以上です。